ナサニエル放送音版による神話におけるミダースを王,王が娘に触った時、娘は彫像と化した。1893年発行版のウォルター・クレインによる絵。ギリシア神話の中でミダースはプルギアの都市ペシヌスの王。長母院を省略してミダスとも表記される。触ったものすべてを黄金に変える能力のため広く知られている。ミダースは 子供の頃にゴルディアースと彼を夫とする女神、キュベレーの養子となった。ミダースは、快楽主義者、そして優れたバラの庭師として知られていた。また彼には残忍に人を殺したリテゥエルセースという一人の息子がいた。しかし、神話の中には、代わりに、ゾエ、生命という娘がいたとするものもある。童は、王様の耳は、ロバの耳で、耳が、ロバになってしまった。 王様としても有名。神託の命令に従って、人々に迎え入れられ、王とされた貧しい農夫ゴルディアースの神話については、EN ・ゴーディウスを参照。歴史的には、ミダースは、紀元前8世紀後期のプリギアの王として知られている。プリギアには、ミダースという名前を持った多くの王がいた。彼は、紀元前709年と推定される。 アッシリアのサルゴン2世の同盟者リストから知られている、無式の大御家と同一人物とみられる。1957年にペンシルベニア大学に関係する考古学者たちは古代ゴルディオンの遺跡の中の大きな古墳の中心の墓室を開いた。彼らは紀元前8世紀初期の王族の墓を発見し、そこには葬祭の遺物と今までに発掘された。 鉄器時代の飲み物容器の最良のコレクションが揃っていた。その遺跡と関連づけるはっきりとした文献はないが、それは広くミダース王の墓と呼ばれている。しかし、その後の調査から、この埋葬用の遺跡が、紀元前7世紀初期の金メリア人の侵略より後に建設されたことはありえないということが示された。それゆえ、今ではミダースより、 前の王のための遺跡であると信じられている。ミダスシェヒルにあって、完全には解読されていない、プルギアの秘文のミガという言葉に基づいて、19世紀にミダース王の墓とされたものは、今日では墓としてではなく、キュベレイに捧げられた場所と解釈されている。ある時、ディオニューソスは、彼の年老いた教師でありか用婦であるシーレイノスが、行方不明であることに気づいた。 シーレーノスはワインを飲んでいて、酔っ払ってぶらついていたところを農民たちに発見され、彼らの手によって、シーレーノスは王であるミダースのもとへ運ばれた。ミダースは、シーレーノスと分かって、手厚くもてなし、十中夜の間礼儀正しく艦待し、一方、シーレーノスは、ミダースと彼の友人を物語と歌で楽しませた。 11日目に、ミダースは、シーレーノスをディオニューソスに返した。ディオニューソスは、ミダースに対して彼が望むどんな報酬でも選択する、用意。ミダースは、彼が触れるものすべてが、黄金に変わるよう頼んだ。ミダースは、彼の新しい力を喜び、それを急いで試した。彼が、多くの声だと石に触れると、両方とも金に変わった。狂気して、 彼は家に帰るとすぐに、使用人に豪華な食事をテーブルに用意するよう命じた。そのように、リューディアの王ミダースは、触れるものすべてを黄金に変えられることを知ったとき、最初は誇らしさに得意があった。しかし、食べ物が固くなり、飲み物が黄金の氷に固まるのを見たそのとき、ミダースはこの贈り物が破滅のもとであることを悟り、黄金を強く剣を押しながら彼の願い事を呪った。 ナサニエル放送によって語られたバージョンでは、ミダースは彼の娘に触った時、彼女が彫像に変わってそのことに気づいた。今となっては彼は自分が望んだ贈り物を憎んだ。彼は飢餓から解放されることを願いながらディオニューソスに祈った。ディオニューソスは聞き入れ、ミダースにパクトーロス川で行水するよう言った。ミダースはその通り川の水に触れると、 力は川に移り、そして、センサは黄金に変わった。この神話は、パクトーロス川に、なぜ砂金が、それほど豊富かということと、この因果関係についての神話の元となったことが、明らかな、ミダースを祖先だと主張する王朝の富について、説明するものだった。おそらく黄金だけが、富の源泉となる、唯一の金属ではなかった。プルギア人でキュベレーの息子ミダース王は、 黒煙と白鉛を初めて発見した。ミダースは富と贅沢を憎んで田舎へ引っ越して田園の神パーンの崇拝者になった。ローマの神話収集家たちは彼の音楽の家庭教師はオルペウスだったと主張する。ある時、パーンは大胆にも彼の音楽とアポローンのそれの優劣を争って縦ごとの神アポローンに演奏技能についての試合を挑んだ。トモウロスが、 審判に選ばれた。パーンはパイプを吹き、彼の素朴なメロディーは、彼自身とたまたま居合わせた彼の誠実な支持者、ミダースに、大変な満足感を与えたのだった。その次に、アポローンが縦ごとを引いた。トモーロスは即座にアポローンに勝利を与え、ミダース以外は、その判定に同意したが、彼は同意せず、判定の公平さに疑問を唱えた。アポローンは、 そのような堕落した耳に我慢できず、ミダース王の耳をロバの耳にしてしまった。王はこの災難に浸通し、たくさんのターバンすなわち、頭飾りで不幸を隠そうとした。しかし、彼の理髪師は、もちろん秘密を知った。理髪師はそれを喋らないよう言われたが、秘密を守ることができず、草原に出かけて地面に穴を掘って、そこに話を囁き、そしてすっかり穴を覆った。 しばらくすると足の濃い群生地が草原に出現して王様の耳はロバの耳と言い出した。家来の何人かがこれを聞いて噂をし始めた。ミダースは誰が話したか探し出して殺そうとしたがやめた。彼があり方を改めたことを完璧に示したのでアポローンがやってきて彼に再び普通の耳を与えた。サラムリスはロバの耳は ミラノトカスナウィオによって設けられた筆体との設計文字とルイゴの象形文字の両方で刻まれた印象にある青銅器時代の王族の象徴だったと論証した。この関連ではその神話は異国風の象徴をギリシア人に対して正当化しているように見える。テオクリトス、ボッカ大従家、カリーレ人4への古中。サイエンスニューズ、ミダース王の現代の階層者クラウディアヌス。 ハンルフィヌス・イン・ルー・ファイナム、ヒュギーイヌス・ファビューリー274、キケロ、予言について、i36 ・バレリウス・マキシムス、i6.3 ・オイディウス、変身物語、サイ・92フミダース王の応募。ありがとうございます。